よろしくお願いいたします。あよろしくお願いします。すね、あの夜のヒットスタジオを拝見すると、ふた舘さんってやっぱアーティストさんとすごい仲良くなってる感じで、うん、あだ名で呼び合ったりとか、その中でもやっぱアルフィジアルフィーさんとはすごく親しい感じが私も見てしたんですけども、うん、実際どうだったんですか？めちゃくちゃ仲いいですね。でね、えーえー、あのそもそもジアルフィーとはね、うんえー、夜のヒットスタジオをデラックスで知り合うわけです。それで。 そのライブやってる時に俺司会の俺が入ってって一曲星どのディスタンスが確か終わってジャーンと終わった時にイエーイって入ってって客もうわー次の曲ってやってる時に「古舘一郎の登場」って確か櫻井さんが言ってくれてジャンジャ,ジャ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 ンジャンジャーンと曲やってくるのアドリブでえそうですジングルみたいにそうと俺があジャンとジャンプしてドンってや,るやらざるを得ないですやるとお客さん受けたりして意味もなくそれで司会に入って進行すると思う どう移動すると思うメインスタジオから走ってったりしたら息が切れるでしょ、えー、歩いてったら間に合わないんだから、はい、CM が少ないんだあのあれワゴンに乗るんだあ台車に、えー、で AD さんが押してくれんの、えー、生意気だけど王様みたいで申し訳ないけど別にかっこよかないからねこんなちっちゃな台車に乗ってガーッ、えー って川田上の廊下をこう移動するんだからでたまにバーンって段差があったりとでぶったぶったりするとかえって時間食ったりして怪我しちゃったっつって遅れて入ってったこともあるんだからでアルフィーの時もあの台車でガーッて運ばれてだんだん慣れてきてバランス取ったりしてねで遅い方も大変だけど2人がか,かりで押してくれるでものすごいこうあったかくなんていうのこう視界を迎えてくれる苦労してるなアルフィーっていう今前世だけどと思って。 すごくく仲良くな3人ともくなとにかく吉田拓郎さん大好きそしてフォークの生き響き坂崎幸之助フォーク村でしょ、はいはい、未だに俺見るけどさ <laughs>、はい、本当に生き響きだから、はい、フォークの、はい、岡林信康ん吉田拓郎さんもちろんもうなれるものだから俺坂崎さん大好きだし歌うまいし。 からモータースポーツ F1 かか大だきだし、あの桜井さん、はい、桜井さんとも仲良か家が近かったし、坂崎さんともすごい仲良からだ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 らだけど高見とさらに仲良くなるだ、うん、高見が面白いんだよ。<は>いっちゃん坂崎と桜井とから合う必要ないからから<え> <laughs> <laughs> 別にさ仲悪いわけじゃないもうずーっと高校時代から明治学院の高校大学中退だけどねずーっとあるふやってるわけじゃない、うんうん、もう仲いいとか悪いとか通り越してるよ、うん、あの3人は、うん、だけどいっちゃん俺と仲良くしようよ、えー、別にメンバー2人坂崎櫻井と仲良くする必要ないみたいなことを、えー、わざと男らしいくせに言うのよ。<ー>そうなんとなくさそういうふうになってさ、えーえー、仲悪くもないし縁遠いわけでもないけど、えー、会えばもう坂崎さんとも櫻井さん ワンワン話して、うん、いろんなことやってたけどだけどなんか高見と特に仲良くなって2人だけで待ち合わせして<え>まだバブルの頃なんで<え>六本木のクラブとか、はい、高見の知ってるとこ俺が知ってるとこってはしごして、はい、結果六本木の交差点7復したことあるよ2人酔っ払って。 朝だよもうバブルの声で朝まで遊ぶ時代2人だけになってベロベロになってでも腹減ったねってほいでもう行くとこないしね店も終わってるしね、はい、っつってあの東洋映画の方にあの鳥居坂の方に歩いてってロアビルの角っこのところからで住宅街のひっそりとした方に入ってってで自動販売機があったんでもう酒は売ってないし 道端でね酒飲むのもなワンカップ大勢買ってどうすんだって話だよなっつって <laughs> <え>高見も一応格好つけなきゃいけないしってこんなロングヘアでで2人で道端にへたり込んで世がしなんでくる中でウーロン茶買って <laughs> でウーロン茶で乾杯っ,って6時ぐらいに車乗って帰ったこともあるし <laughs> もしょっちゅうシャッチュ遊んでた。<laughs> シャッ 高見の日本放送の仕事終わりで、はい、追っかけが待ってるところで俺が車を止めて待ってる <laughs> 追っかけに、高見さんさん手紙だけみたいな。ね。で、みんなに手紙ありがとうありがとうありがとうって後で読むからって俺はスーッと開けて、高見サイバーバみたいだなつって、手紙開けないで、後で読むから後で読むみたいな。サイバーバの場合は手紙全部、世界中から信者が集まって、プッタパルティーってところで、みんなが悩みの相談の手紙とかわーって泣きながら落とすんだ。そうすると、何も言うな。 見なくても分かる読まなくても分かる全て何が書いてあるかサイババカ高見言わないって言いながら <laughs> 車の中入れてで高見がドーンと閉めた時にファンの手が挟まっちゃうじゃないかみたいな <laughs> わーわー言ってんか俺の車の中に女性の手が入ってくる千手観音みたいにで高見が「やめてくれる?」みたいな「いっちゃんの車だから」すると最後はファンが「<laughs> 高見沢お願いします」ってファンもいるんだよねもう身内だから。 で俺なんか武道館で必ずクリスマス3 d a ズやっててそれで必ずそれねまだ自分の子供がちっちゃかった頃次女がねまだ小学校5年とか6年とか中学生ぐらいの時毎年必ず行ってたそれでね1階席の一番前下がアリーナ席いいとこさまんまん中もらってさそれで例えばあの挨拶に終わってコンサートが盛り上がって終わっていくっていう時に係の人が来てくれて。 娘連れて行くなんていう時に名古屋支部アルフィーのファンで高見沢ファンクラブ大阪支部とかそういうのも3ー・ a イズは必ず東京に遠征してきますよそれぞれのグループが牽制し合ったり仲良く情報交換したりするで俺と娘がちっちゃい娘が歩いて係員の誘導で楽屋の方にこう行こうとするところで名古屋支部のリーダーに「古田さんいつも高見がお世話になっておりますありがとうございます」。 大阪支部のリーダーが、いつもアルフィーがお世話になっております。ありがとうございます。みたいな。もう、向こうが身内として、こっちを接待してくる。で、娘わかんないから、何あの人。説明しづらい,みたいな。まあ、そういう世界ですよ。だから、もう本当楽しかったですね。もう仲良くして。えー、もういろんな思い出あります、えー。もうなくなっちゃったんですけど、六本木に一平っていう一階におでん屋さんがあって、ガラス張りで。白木のカウンターで、美味しいおでん出す店で、五年、ね。 こうかすりの着着物を着てこう助けした、ね、おでん屋さんの親父がいて、ねうん、で一番奥のカウンターで俺が外のガラスに見える高見がちょっと背中を見てるような感じその当時、うん、真っ赤なストレートヘアが、ね、<ー>腰まであって、ね、で黒いレザーファッションピシュピシ,ュピシュの、ねうん、それ着てでこう俺と高見で飲んでてそしたら武士軍団の誰かが取った <laughs> それを殿に何か言っ,た言ってみたいっ<ー>言ったみたいで。 高見沢さんと真っ赤なロングヘアのストレートヘアの高見沢さんとアルフィーのリーダーと古田さんがこうやって飲んでましたよ「よ中もつまじく」っつったらお昼の生放送かなんかで武さんがテレビジョッキだったかないやーあのー、しゃべり手の古たちとアルフィーの高見沢はあれホモでできてるから」っつっ,た,っ,て言った,たまたまそれが流れさらしいんですよ。 あの親父がいるリビングルームに、はい、そしたら親父が、まあ、偏見ですよね、はい、古い人だからもうとっくに亡くなってますけど親父が珍しく俺に電話して、はい、固定電話にね、はい、離れて暮らしてたから「はい、もしもし」って「一郎か?」って言う、はい、あそうだよどうしたの?」って言ったら「お前はホモか?」ってったら「<laughs> いういう違う」なん「何で何か言ってたぞ」ってあのテレビで売れてる芸人のなんつうのあっと思ったから「あたけしさん」あ「ああたけし」っていう。 言ってた違うのかっつって「違うよアルフィの高見沢と仲がいいの」って「あそんなら安心したそれはそうとある日の高見沢ってなんだ」っていうか「ある日もその日もこの日もないじゃないか」ってもう通じないと思うからもういいやと思って電話切って、うん、だからまあ偏見ですよね古い時代の <laughs> 高見のお父さんも中学の校長までずっとやってて北区赤羽の、ね、<ー>中学校の校長だったり埼玉の蕨出身で俺もねお葬式。 お父さんで言ったけどすごい教育者で厳格で古い人だからあの次男の高見沢敏彦がバンドやってるっていうのはそんなに歓迎してなかったんだからそれでファンからもらった手縫いのねものすごい検証付きの紫色の軍服みたいなのを着てねそれで。 アルフィがの高見沢が真ん中で歌った時の夜人を見てやっぱり高見沢のお父さんからかかってきて、はい、お前は乃木将軍かって考 <laughs> 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 んるてだあの格好はっていうだからもうみんなそんなもんだよ親父の世代と違うから。 でまあ本当に同い年で、うん、学校もクリスチャン系で、うん、学校は違うけど、うん、考えがあって俺は仏教好きだから仏教なんですで高見はすごいキリスト教に詳しくて、うん、賛美歌とか、うん、キリスト教の教えに詳しくてだからいっつもそんな話で飲みながら会うたんびに。 俺、昨日も電話で話したから近々会いたいもんだねコロナでちょっと会えなくなってるから連絡は取り合ってるんだけどあっとねあの不思議なことあって一時彼が格闘技に興味を持って俺がいろいろレックスするからヒクソン・グレイシーと高田の試合見に行ってこうだああだヒクソンの腕式逆重で腕式三角締めっていうのはどうやって複合技としてやってガーッと首絞めてガーッと逆関節を決めてタップさせるかとかってこうやって飲み屋で2人で話しててもできないじゃん。 うち来るっつっつてでリビングルームで教えるからっつってはい、はい、腕一周三角締め複合技これ苦しいんだよこれ決まったらタップだからっつってそれ、はい、で夜中の3時半ぐらいにその当時もストレートヘア真っ赤それ、はい、で黒いレザーファッションピッチピチそれ、はい、でリビングルームでこうやって足絡めて切り返して足絡めてまず喉元決めて三角締めで頸動脈締めて。 一方の腕とった時からそれ完成で,いたたたたでもいっちゃんそうじゃないじゃって高見転がったらお互い酔っ払ってるから <laughs> 俺も転がったりグランドして足取るんだったらねアンクルホールドもいけるしね足十字もいけるわけよとかってやってた時にちょうど高見がマウント取る状態背中向けて向こうから見てるで俺が下になってるっていう状態の時に夜中の3時半にリビングルームの2階でゴロゴロドシンバッターやってんでかみ、はい、さん目覚まして起きてきてはい、はい、バッ 1 0ンチぐらい開けたらはい、はい、ごついレザーファッションの女性と俺が絡み合ってるわけで「<laughs> 何やってんの!」みたいなものすごい声だった「<laughs> 何やってんのー!な <laughs> え」って言って振り返ったら高見よく知ってるからねよく一緒に飲んだりして「うん、何やってんのー!あー」っつった瞬間に「うっ!」て高見が振り返って「ごめん!」って言った瞬間に「あら高見沢さん,さんお酒作ります」っったからね <laughs> 女ってすごいよねその切り替わりが。 なてなって言ったんだから俺何だっ <laughs> いうか、まあ、寝起きだか悪かったこっちが悪かったでそのはあなた上澤さんお酒作りますみたいなだからそういうこともあったしあとはねあのパリで衛星のアマチューだっヨル、うん、ヒットのマリさんと一緒にねパリの最要求とかそういうところの,あのものすごい王急の前からセ,セット組んでやるわけですよでそこ行った時にもう疲れきちゃって F1 <laughs> デビューだしで評判も悪かったしもうなんか 左の歯が痛くなっちゃって <laughs> 虫歯がうずいて「うん、まあ行ったな」とか言ってちょっと落ち込んでパリ行ったわけよ、うん、だけど仕事だから頑張んなきゃっつってで大当てで頑張って、うん、それで、えー、全部つつがなく衛星生,生中継2時間終わったわけほ、はい、いで F1 の実況終わったブラジルパリで「夜るヒット」の仕事終わったってほっとしてそれ、はい、で終わった後打ち上げみたいなのを合成にやるんだけど俺と高見で抜けて2人だけでいっぱいね <laughs> ひっそり飲もうよスナックでパリにスナックねえかって言いながらさすがニューヨークじゃないからスナックないんですよほ <laughs> いでちょっとね <laughs> わけのわからないお店2人で行ったりして楽しんでベロベロになったんでほ <laughs> いでホテルに戻った2人で「そ <laughs> いでじゃあね」っつってフロア違うから「<laughs> いじゃあ」っつって夜中「明日帰んなきゃな」っつって部屋に消えようとしたら <laughs> そしたらフロントから連絡があって <laughs>、はい、次女が生まれた。 で次女が生まれたっってて連絡ががあってホテルメッセージがで、嬉しくてほっとして、はい、ああずっと気になってたんだけどもう虫歯のことも忘れてベロベロだし <laughs> ただ無事生まれたってことが嬉しくてほっとして高見にルームトゥールームで電話して「さっき言ってたけどさ娘生まれたわよかったわもう本当に元気らしいよ」と「よかった高見もいい」とかね「<laughs> いいっちゃん俺さいいビデオのさあの <laughs> ムービー持ってっから」ってすごい凝るんだよ彼。ね で監督が持つようなすごいんだよこうやって軽いやつだけど、うん、高いやつさ俺もういいの持ってんじゃないさっき見せたじゃないであれ取りに行ってメッセージ取ろうよ、うん、ねメモリアルないんじゃなとか言って <laughs> 彼も酔っ払ってるのにさお互いもう血どらし状態なのにさこんなものすごいいいさ機材持ってトントンって来たんだよ。で開けて いっちゃんおめでとう。はい、コメント、メッセージ、っつったら、嬉しいし、わざわざやってくれる高みに嬉しいし、照れもあるし、酔っ払ってるし、ズボンとパンツずり下ろしたの男同士だからいいじゃん。バッと下半身丸出しにして、今、命を授かって生まれ出てきた娘よ。 ここがお前の半分のふるさとっつったら高見がこうやって下をたパンダーシー酔っ払ってっからちょっとふらついて「何やってんでいっちゃんバカみたいなことやってさ娘怒るじゃん」って言いながらちゃんとアップ取ってくる <laughs> 半分のふるさとまあ言えて妙だねなつってまたクーッとパンアップしてくるでちょっとまともなといまだにビデオ残ってます VHS で娘記念に持ってますバカ丸出しっつってで高見の声も入ってるしは <laughs> まあ、一切モザイクかける必要ないですけね, <laughs> そ,すねそれは別にプライベートなとですからそんなことをよくやりましたもうだから他にもいっぱいあるんですけど大体、まあ、同じような話です。<laughs> ええ